今週は伊藤園の山田さんにですね、伊藤園情報を伺ってまいります。山田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はこの度新発売となりました J ストリートコーヒー、伊藤園さんがコーヒーと言われて私ちょっと驚いたんですけれども。はい、そうなんです。今回新発売の新ブランド J ストリートコーヒーはモカ、ラテ、バニラの3種類全てミディアムローストのアラビカ豆 100% で作られており、はい、コーヒーの味を生かしたミルクコーヒーです、はい、またスキムミルク 100% を使っておりますので脂肪分ゼロで1本あたり180キロカロリー、うん、1本 500ml も入っておりごくごくいけるガブ飲みタイプです、はい、また市場に出ているコーヒーはほとんどガラスボトルで重いのですが、うん、ストリートコーヒーは軽量ペットボトルなので持ち歩き楽ちんです。確かにそうですね。でもなんでこの J ストリートコーヒーっていう名前なんでしょうか。実は北米桃園の本社がニューヨークのブルックリンにあるのですが、はい、ロケーションがまさに J ストリート、はい、伊藤園がコーヒー商品を出すインスピレーションを受けた場所にちなんで名付けました、うん、おしゃれなデザインもブルックリンをイメージしております。なるほど。では山田さんには今週いろいろな新商品伺ってまいりますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。